ダイエットにおすすめのおやつお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てください。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。お受け取りくださいね。それでは今回のテーマはダイエットにおすすめのおやつということで、あなたはいかがですか？普段ダイエット中にどんなおやつ召し上がっていらっしゃいますか？もしかしたらダイエット中だからおやつは我慢してますでね、頑張ってるかもしれませんよね。それで我慢して我慢して我慢 しすぎた結果、反動でガブッとね、はあ、こんなん食べちゃったって一袋ペロリとみたいなね、経験ないですか？私はあります。で、私がお世話しているクライアントのね、ダイエットのね、頑張ってらっしゃる方もそうなんですけども、やっぱりね、職場のその机の引き出しにですね、もうおやつセットを今までいつもね作ってたと、こうちゃんとボックスがあって、もう常におやつがびっしりそこにね詰め込まれていて、もうとにかくストレスが溜まってイラッとしたらこうパッとその引き出し開いて食べちゃうんですよ先生って、もうとにかく食べてたっておっしゃってたんですよね。でも私のこの YouTube チャンネルに出会って、腸活に出会って、私がダイエットにはこんなやつがいいんですよ、こんなものを選んでくださいねっていうのをね、もうとにかくね、もう真摯に真面目にね見てくださって、しかも美味しく食べながらですね、その方はまあどんどん綺麗に痩せていかれたんですけれども、その方がおっしゃるには、やっぱり先生っておやつもう今までものすごい悪いの食べてたんですねっておっしゃってました。私知らなかったって、これを食べてたから太るし体調も悪くなるしって、もうすっごくね、もう生まれ変わったようなね、まあ、その世界が変わったっておっしゃってくださってるんですよね。でなんと今はですね、ご主人様も買ってきたよってね、スミカ先生の動画をご主人様とね見てくださって、ご主人様見てくださってて、買ってきたよってね、買ってきてくれるんですよって、もうこうラブラブなねお話を聞かせていただいて、も私もとってもね幸せな気持ちになってるんですけども、なのであなたもですね、今まで知らなかった、まあ、太るおやつ、実は太るっておやつがあるんですよね。そういったものからもう足を洗っていただいてですね、今お伝えした方のような、まあ、たくさんいらっしゃるんですけども、まあ、一部ご紹介しましたが、そういった方みたいにダイエットしてるんだけれども、でもおやつって食べたいじゃないですか。もうあなたもいかがですか？常にご自分の引き出しのおやつのセットが作られてたりとかないですか？でもその中身が大事なんです。食べちゃいけないわけじゃないんですよね。その時に痩せるポイントがありますから、ご一緒に見ていきましょう。一つ目の項目です。なぜこのおやつがダイエット向きなのかっていう、その痩せるポイントについてお伝えしていきます。一つ目です。腸内環境を整えてくれる材料でそもそもできてるからっていうことなんですよね。とっても大事ですよ。もしあなたが今食べてるおやつがですね、やめられない、止まらないってなってたとしたら、もうそれはおそらくあなたの食欲、まあ、味覚をですね、おかしくするようなものが入ってるものを食べてる可能性がありますよ。そのようなものを食べてしまうと腸内環境が乱れてしまって、あなたは食べても食べても満足することができなくなってしまうんですよね。なぜかというと、あなたの腸が汚れていると味覚異常が起こっていますから、しっかりとその味覚をその司るですね、ホルモンが作れないわけなんですよね。そういったホルモンが作れなくなっているとダメなんです。もう何食べてももう我慢できないっていうね、おかしな味覚になってしまっているから、もう中毒性になってますので、どんどんやっぱりね、太ってしまうっていう原因になります。なのでおやつの材料もやっぱり腸内環境を整えてくれるものを使ったものを選ぶだけで本当に変わりますよ。2つ目です。その味付けが問題なんですよね。いくらダイエット向けの食材できている、腸活メニューできている食材を使ったおやつであっても、その味付けが残念っておやつが世の中いっぱいあるんですよね。なんでこんな材料を使ってくれてるのにこの調味料入ってるのっていうのがねあるんです。それは化学調味料であったり、香料、人工甘味料、合成着色料など添加物がたっぷり入ったおやつです。なので痩せるおやつっていうのは無添加であること、こういった余計なものが一切入ってないおやつを選ぶだけでも変わってきますよ。はい、それでは2つ目の項目です。何をということで、今回あなたがダイエット中にこれは大丈夫っていうね、ダイエット向きのおやつを選ぶポイントの、もっとさらに詳しいバージョンなんですけれども、
食品添加物を取ってしまうとあなたの腸や肝臓にとっても負担をかけてしまうんですよね。その結果あなたは食べたものが消化吸収できなくなってしまいます。そうすると恐ろしいことが起こるんですよね。どのようになるかというとあなたは食べても食べても栄養不足になってるんです。実はですね食べ過ぎてらっしゃる方ほど栄養不足になってるんですよ。それだけやはり腸や肝臓に負担をかけてしまってるのでもう全然ね実はあんなに食べてるのに栄養取れてなかったっていうねもうどれだけコスパ悪いかっていうことですよね。なのでそうならないためにもやっぱり腸活メニューを適量取るっていうのがとっても大事になります。そしてよくおやつに入っている添加物の代表的なものを2つお伝えしていきたいと思います。まずは調味料かっこアミノ酸などと書いてあるもの原材料名ですね。それは実は化学調味料のことです。すごく良くないです。あなたのお体に良くない、しかも太るということですよね。実はのグルタミン酸ナトリウムのことなんですね。先ほどお伝えした通り腸や肝臓に負担をかけて結果太る原因になったりまたいろんな病気ですね疾患の原因になりますから気をつけていきましょう。はい、そして次は人工甘味料です。やはりおやつといえばね、甘いもの、スイーツっていろいろねたくさんあると思うんですけれどもそこに入っているのが例えば甘いのに糖質オフとか糖質ゼロノンシュガーって書いてある、カロリーが少ないものゼロなものっていうのは逆に太ってしまいますよ。もちろんねダイエット中ですからカロリー計算やっぱりカロリーは気をつける必要はありますよ。もちろん食べて摂取したカロリーよりも使ったカロリーが少なければ太るわけです。それは分かってる。なので私はノンシュガーとかノーカロリーのものを選んでるんです先生っていう方はね危険なんですよ。それはね不自然なんです。もしあなたがそういったおやつを、飲み物でもそうですけれども召し上がってしまってらっしゃるようであればあなたの脳はねその騙されないんですよ。あれおかしいなこんな甘いもの食べてるのに全然カロリー取れてないやんっていうわけですよね。もっと食べなきゃダメだよねってなるわけです。なのであなたに食べろ食べろって脳がね指令を出すんですよ。なのであなたはたった今食べたばっかりなのにいやなんか食べたいな食べ足りないと思ってわーっとね止まらないっていうその悪循環負のスパイラルへと入ってしまう原因はこの人工甘味料の仕業、イコール脳がコントロールしている仕業になるわけですからやはりあなたはそういったものにとらわれてはいけないわけですよね。しっかりとこういった人工甘味料を取るのをやめましょう。では3つ目の項目です。どのようにということで今回私はイオントップバリューさんで選んできましたおやつトップ3ランキング形式でお伝えしていきたいと思います。では第3位はこちらです。トップバリューの3度揚げでカリッとした食感蜂蜜入りの芋けんぴになります。でこちらは九州産の黄金千貫という品種のさつまいもを使用してくださってます。もうね私実はですねお芋大好きなんです。さつまいもに目がなくってもういろんなさつまいも食べてるんですけどもこちらはですね原材料を見ましたらよくこういったさつまいものお菓子ってですね中国産のさつまいも使ってるの多いんですよね。でも今回はですね九州産のこの黄金千貫ってすごい名前じゃないですか。黄金色の千貫ってねどんなだろうって思いますよね。ちょっと開けてみたいと思います。で原材料名続きなんですけどもこの黄金千貫のさつまいもと植物油脂で揚げてあって砂糖、蜂蜜、オリゴ糖まで入っています。蜂蜜入りと芋けんぴってなかなかないなと思って手に取ったんですけども蜂蜜もですねダイエット効果があるんですよ。脂肪燃焼効果があったりとか栄養価が高くってもうダイエット向きの甘味料ですからぜひあなたもねお砂糖を使っているものよりも蜂蜜が入ったおやつ選んでくださいね。では開けてみたいと思います。さあこのねカリッと食感っていうことでねあなたにもお届けしたいと思うんですけれども香りがめちゃくちゃいいです。ふわっと甘い。ではいただきます。やっぱり蜂蜜とオリゴ糖が入っているので優しい甘みですね。やはりお砂糖だけとは違う
味です。やっぱり食感もしっかりとやっぱりサンド揚げということで、カリッとした食感もしっとりってよりはやっぱりカリッポリって感じですね。とっても美味しいです。ではこの私も大好きなさつまいものダイエット効果についてお伝えしていきたいと思います。まずは腸内環境を整えるお野菜ですね。で食物繊維が豊富なので、結果やはりダイエット向きの食品ということになります。なぜかというと、やっぱりこの食物繊維が痩せ菌たちの餌となって、あなたの腸内環境を整えてくれる材料になりますから、ぜひおやつでも摂っていただきたいなと思います。そして実はさつまいもは脂肪の蓄積を抑えてくれたり、食欲も抑えてくれたり、太るもと血糖値の急上昇も実は、ね、抑えてくれる効果があるんですよ。ただしです、このダイエット効果が高いさつまいもではあるんですけれども、こちらですね、1袋 130g 入ってまして、 100g あたりのエネルギーがね 500kcal あります。なので物は良いんですけれども、やっぱりカロリーは高めなので、一気に1袋も食べては食べ過ぎになります。 もちろんね、そんなことされないと思うんですけれども、まあ、美味しすぎるのでついつい止まらないってことってあると思うんですよ。私もあります。なので最初からやっぱりもう本当こんなね、可愛いお皿小鉢にパラパラっと入れる程度で、まあ、この量でしたらそうですね、5、6回ぐらいに分けて召し上がると良いと思います。では第2位はこちらです。グリーンアイシリーズですね、トップバリュー、塩だけで味付けしたトルティアチップスになります。こちらトウモロコシの香ばしさを生かすようイタリア産の岩塩で味付け、しっかりとした塩味に仕上げましたということで、1袋あたり 65g 入っています。エネルギーが 324kcal、 タンパク質も取れるんですよ、 4.1g、脂質が 16.0g、 糖質が 39.2g、 食物繊維も取れます 3.4g ということで、こちら原材料名がとってもシンプルなんです。トウモロコシ、植物油、食塩ということで、この食塩もイタリア産の岩塩を使ってくださっていて、すごいね、どんな味なんでしょうか、見てみましょう。でここにちゃんと書いてあるんですけれども、イタリアのシチリア島産の岩塩を使ってらっしゃいます。南イタリアのシチリア島で採れた岩塩はしっかりとした味わいが特徴ですということで、このトルティアの旨味をよく感じるメリハリのある岩塩ですということで、やっぱり岩塩ってですね、ミネラルがいっぱい残ったままのお塩でいいお塩なんですよね。精製された後の燃えやすい体に害を起こすような食塩というのはやっぱりね、普段のお食事でもそうですし、やっぱりこういったあのスナック菓子系に使われているお塩ってそういったものになってきますので、気をつけていただきたいなと思います。では早速開けてみましょう。さあどうでしょう、このシチリア島産の岩塩で味付けされた、じゃあコーンのいい香りがします。あのまあね、まあ、某こういった丸々コーンみたいなのスナック菓子いっぱいありますよね。でもああいったのはやっぱり残念ながら調味料かっこアミノ酸などって、まあ、とああいったものが入ってますから、でしたらこちらの方が絶対おすすめです。ではいただきます。まあいい香りです。これは美味しすぎます。あの止まらないかも。なので食べる量には気をつけていきましょうね。では今お伝えしたおやつのですね、主な原材料1番目に載っていましたトウモロコシなんですけども、こうトウモロコシってすごくダイエット効果あるんですよ。ちょっと見ていきましょうね。まず糖質の代謝を促進、ビタミン B1 とかアスパラギン酸が入っている関係で、要するにその燃えやすい体にしてくれるってことですよね。そして食物繊維もたっぷり含まれてますから、これもまたダイエット向きです。あと血行促進、悪玉コレステロールも抑えてくれたり、むくみの改善効果もあるのがこのトウモロコシになるんですよ。では堂々の第1位はこちらです。グリーンアイシリーズのオーガニックの殻付き落花生ということで、ピーナッツになります。有機栽培された落花生を有機 JAS 認証工場で加工しました。こだわってますよね、もう最後の最後までです。
そして直火焼きでじっくりと焙煎して風味豊かに仕上げましたということで、1袋あたり 200g です。でこちらが 100g あたりのエネルギーが 611kcal、 タンパク質が 22.5g、 脂質が 49.5g、 糖質が 14.8g、 食物繊維が 8.2g になります。でもちろんこちらが原材料名は有機落花生です。この有機っていうのが大事なんですよね。もう無農薬で作られた安心安全の、落花生ということで、ちょっと開けてみたいと思います。このまたね、このピーナッツをこう殻付きから食べるって、これがまたちょっと粋ですよね。なんかいいですよね、こう手先使うっていいと思います。かわいいですね。コロコロ音がしてます。ちょっと一つ抜いてみましょう。ちょっとパキパキっと、あ、柔らかいですよ。なんか私記憶ではピーナッツのこの殻って結構硬かったような記憶があるんですけど、あー薄い、殻が薄くて全然力入れなくても剥けます。小さなお子様とかご高齢の方でも手を痛めたりとかね、剥きづらくてキーとかならなくていいかもしれない。今の大きさで2粒入ってます。ちょっとこの皮を剥いてみましょうね。わあ、皮を剥くと、わあ、なんか色が綺麗ですね。普通のピーナッツよりもなんかちょっと茶色い感じですね。白いかなと思ったら結構茶色いです。ではいただきます。香りがいいですよ。やっぱ剥きたてって美味しいですね。なんて言うんでしょう、この味が濃ゆい。普通のね、よくおつまみ系に入ってるピーナッツってあるじゃないですか。あれ結構なんか歯ごたえがなくて、なんかパクパクって感じで食べれたりとか、風味がそんなに感じられないんですけど、このオーガニックピーナッツはもうやばいレベルです。なんかすごく色も綺麗ですし、香りがいいんですよね。今また一つ剥いてみましたけど、しかも味が濃ゆい、美味しいですよ。やっぱり本来大事にこう育てられるピーナッツってやっぱり恩返ししてくれるんですね。すっごく美味しいです。でこのピーナッツっていうのがですね、腸内環境を整えてくれる効果があるんですよね。食物繊維が豊富ですし、またタンパク質も豊富ですよね。すっごくいいです、もうダイエット向けで。また脂肪燃焼効果もあったり、コレステロール値も下げてくれたり、またビタミンやミネラルが豊富なので栄養価が高いんです。ですからせっかくダイエットしていらっしゃるのであれば、どうしても制限してこう栄養不足になる方って多いんですけれども、残念ながら栄養不足のままではもうどんなに頑張っても痩せることってできないんですよね。最初にお伝えした通り、痩せホルモンが作れないわけですから太っちゃうわけです。そんな時にこの完全無添加で、しかも有機栽培で美味しいタンパク質も腸内環境も丸っていうおやつを取っていただくことで、あなたはどんどん健康になれますし、また体の中からですね、綺麗に痩せることができますから、この今ご紹介したおやつですね、ナンバーワン、1、2はやはり完全無添加、無添加というかその味付けしてないものですよね。その材料まんまでできたものをあなたにお伝えしたくてご準備してみました。いかがだったでしょうか。あなたも今まで食べてた太るおやつから、一つずつこういった腸内環境を整えてくるおやつに一回一回ね置き換えていくだけで、健康的で綺麗に痩せることができますから、ぜひお役立てくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。